世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのエリです。皆さんが通勤通学や帰省の際など日常的に利用されている地下鉄や電車、新幹線、このごく当たり前に利用している日本の鉄道ですが、2024年に夏のオリンピックが開催されるフランス・パリで大変注目を受けています。日本の鉄道技術は素晴らしいから当然でしょと思われた方も多いでしょうが、注目の的になったのは技術面ではなく、駅、鉄道員、そして鉄道を利用する日本人なんです。一体どういうことでしょうか。今回はフランスと日本の鉄道事情に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。パリの主要駅の一つであるサン・ラザール駅は、日本最初の鉄道が開業する35年も前の1837年に開業。日本にはフランスを師と仰いで交流電化などの鉄道技術を輸入していた時代があり、1950年代には多くの鉄道技術者たちがフランス国鉄に留学していました。その後も追いつけ追い越せで切磋琢磨していき、特に高速鉄道の分野では新幹線の永遠のライバルとも言われる TGV とは最高速度でしのぎを削り合いました。技術面では劣るところが少なそうなフランスですが、日本の細やかな気配りができるソフト面に注目していたようです。パリは世界で最も公共交通機関が混雑する街の一つで、以前 Google が世界の鉄道の混雑状況の情報を分析してランキングにしたところ、パリの13号線が5位にランクイン。日本では東京の中央線が7位でトップでした。両駅を比較してみると驚きの事実が発覚します。パリの駅構内では大きなスーツケースを持って立ち止まる人、標識を読むために通りの真ん中に立つ人、流れに逆行して自分勝手に歩く人などが多いため、ホーム以外の場所も非常に混雑しているそうです。一方日本では混雑はしているものの、駅構内では人の流れができており、ほぼ時間通り電車が到着しています。そこには日本人にとっては当たり前の行動があったために、ここまでの違いが出ました。電車を利用する際、駅構内の至るところに表示される案内標識があり、その表示に沿って進みますよね。また階段にも矢印で上り下りが示されていて、ほとんどの乗客がその指示に従って移動。そのことにより混雑をせず自分勝手に動く人が少ないため、円滑に駅構内の移動を可能にしています。他にも車両に乗る際、ホームには停車位置の表示があり、私たち日本人はそこに待機列を作って電車を待ち、到着したら降りる人が優先的に下車し、下車する乗客がいなくなってから乗車しています。スムーズな電車の乗り降りができることで、ほぼ時間通り電車が発着できています。これらを受けたフランス国鉄は、駅構内の人の動きを日本式にすべきと考え、東京大学先端科学技術研究センターで教授を務め、渋滞学と数理物理学の権威である西成克弘氏をパリに招待しました。西成氏は日本のやり方を踏まえた上で次のような助言を送っています。日本のように2つも列車が同時に到着しないようにする。電光掲示板と地面に印をつけることで人を適切に導く。リズミカルな音楽を流す。この助言にはフランスの人たちは目から鱗だったようで、現地のパリジャン氏も、日いずる国には乗客が敬意を払う限り効果的となる安価で効果的な方法がたくさんあると伝え、日本にはまだまだ学ぶところがあると報道。しかしフランスの読者は、駅構内の動きが日本とフランスで大きく違う最大の理由は国民だと感じているようで、
多くのフランス国民が変わらない限りはパリの駅は変わらないと考えているようです。それではその他にも寄せられていたパリっ子たちの声を見てみましょう。海外の反応。公共交通機関のマネジメントで日本はフランスのはるか先にいると思う。時間通りで安全で利用しやすいからね。日本はフランスだけじゃなくて世界をリードしているからね。この国だけが問題を抱えているわけじゃないんだ。それにパリには世界中から人もやってくる。利用者に観光客が多いことも考慮してほしいよ。日本の自動改札機は1分間に60人から80人通過することができるらしい。パリの地下鉄の改札機だと20人通過するのが限界なんだってね。無賃乗車を防ぐためみたいだけど、こういうところで人の流れに差が出てるんじゃないかな。無賃乗車がある前提なのが悲しいよね。フランスに限らず、日本以外の国では待機列を作ることはないよ。あれを初めて見た時は理解ができなかったもん。日本の電車の停止位置が正確だから待機列を作れるんだと思うな。日本以外の国でほとんど電車が到着すれば我先にと乗り込む人ばかりだよ。そうそう、日本人は譲り合いの精神がほんとすごいよね。乗車客同士お互いに尊重し合ってるからじゃないかな。日本の路線図で圧倒されちゃうよね。もう何が何だかわからない。路線図もそうだけど、一斉にあの路線の数の電車と乗客が動いていると思うとすごすぎるよ。あれだけの数が動いているのに遅延しないなんて、俺は絶対嘘だと思ってる。日本の電車も遅れることはあるよ。ただ海外に比べたら少ないし、ちゃんと謝罪をするんだ。フランスには鉄道会社が一つしかないからね。日本はいろんな路線を合わせて全国で48社あって、常に競争し合ってる。だからこそより良いものが生まれて当然だよ。日本の新幹線はとても静か、そして揺れない。日本の技術力は半端ないよ。日本の技術力だけではなくて、大声で話している人がいないからすごいよね。電車内で寝れる静かさと治安の良さがあるのは日本だけだよ。アドバイスをもらうだけじゃ変わらないと思う。日本人の職員と日本人の乗客に来てもらいたい。日本では基本的に駅にエレベーターやエスカレーターといったバリアフリーが整備されてていいよね。日本の駅を見ていても便利で親切と感じる。パリの方が治安が悪くて、スリなんかの軽犯罪もメトロ内で多発している。日本人が電車内で無防備に寝ているのを見ると、俺たちからすればユートピアみたいな場所だよ。日本人は民度が高いから、世界的に見たら特殊なのは日本の方なんだけどな。日本の電車は時間通りに来てストライキもないし、フランスが日本のようになるのはほぼ奇跡みたいなものなのかも。オリンピックの時期にはストライキが始まるだろうな。フランス人が日本人のように行動できる日が来てほしいけど、これからも駅での混乱は続いていくさ。日本人には秩序と規律のある一方で、フランスにはルールを守らない人が多すぎるんだよ。日本の専門家でもフランス人の国民性を変えるのは不可能だろうね。日本の場合は電車が時刻通りに来るからね。人の流れの改善を考える上で、それはとても大きなことだと思うよ。以上が海外の人々の反応でした。日本の素晴らしさを褒める以上に、フランスの国民性について自虐的なコメントも多かったですね。ここでフランスの国民性について一つのエピソードを紹介したいと思います。2019年12月、フランス国鉄ストライキの影響により
47日間も交通ダイヤが乱れ続けました。特に首都パリでは地下鉄や郊外列車に運行ゼロの路線がいくつも発生してしまい、数少ない運行車両に乗客が殺到し、通勤通学を大混乱させたストライキは過去40年間の最長記録を更新したそうです。しかし市民は大変な不便を強いられたのですが、ストライキを支持する声は多く、駅員を怒るような様子は見られませんでした。もちろん彼らも不満がなかったわけではありません。文句は言うものの、最後には皆ストライキ権は大切だからと状況を受け入れていたのです。移動手段を自転車や徒歩に切り替えて、おかげでちょっとダイエットできた、いい運動になってるよねとポジティブに捉えたり、大混雑のバスや駅構内で譲り合い助け合い精神を発揮したりと、その適応力はお見事と言いたくなるほどだったそうです。日本ではあまり馴染みのないストライキですが、なぜフランスではここまで心よく受け入れられているのでしょうか。実はフランスでは道徳の授業でストライキの権利について学びます。フランスの国旗は青、白、赤の3色旗で、それぞれ自由、平等、博愛を表現。この3つの理念を実践するためには、まず自分と異なる他者を対等に尊重できなければならないと考えられているのです。自分と異なる他者を尊重するために、まずは自身の考え、意見をはっきりさせなければいけない。だからこそ駅構内で大きなスーツケースを持って立ち止まる人、標識を読むために通りの真ん中に立つ人、流れに逆行して自分勝手に歩く人が出てきてしまうのかもしれませんね。世界各国から人が集まるオリンピックが控えるパリの交通網ですが、ぜひ日本の良いところを取り入れて成功してほしいですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも良かったなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。当チャンネルは毎日更新していますので、またのお越しをお待ちしています。